私も連れて行くって話じゃなかったかやー。何？私の知らないところでそんな計画を練っていたのか。これはもう霊夢を見捨てるしかないな。嘘です嘘ですごめんなさい。私はお前のこと信じていたのにな。やめてくれー。っていうショートコントは置いて、今日は監視塔に行くって話だったよな。相変わらず切り替えのプロフェッショナルっぷり。っていうか飯塚監視長、そこにいるのバレバレですよ。あ、隠れていたのにあっさりバレた。というわけで今日は通常通りになったから二人とも自由時間っす。あ、いつもの日常に戻ったんですね。だから昨日入れることができなかった風呂にも今日入れてあげるから。じゃあ、念願の風呂ー。東海上入っていないからなもう。さてと、監視塔に行くんだっけ？そうだな、この時間帯は飯塚監視長が監視塔にはいるが、どうやら閉め忘れているみたいだからな。よし、じゃあここは私が潜入してこようか。お、霊夢が探索してくるか。そろそろサボっているのがバレそうだからね。あ、じゃあチェストの中にアイテム入れておきな。それは確かに大事。ここもアイテム数が多くなってきたからラージチェストに拡大しておこう。本が多くなってきたからねー。本がインベントリを圧迫するんだよな。よし、それじゃあ見てくるよ。行けそうだったら監視塔の上に行ってきてもいいからな。了解。監視塔、確かにこの時間帯に行ったことなかったけど空いているのかしら。さて、私はここから様子を見るか。おそらく監視は一番上の部屋にいるのかな。ちょっとここから見てもわからないか。正面突破は怖いから遠回りで行きましょうか。建物を盾にしていけば警報は鳴らないと思うしね。怖いねー。この辺は。でもここは四角になっているから行けるかな。さて、鉄扉は開いているのか。開いてる。え、どうしようこれ。中は、こんな感じになっているのか。心配だな。今は警報が鳴っていないから問題はなさそうだが。仮に監視が監視塔が外に出るときに鉢合わせになることもありそうだから怖いぜ。え、マジで怖いんだけど。あ、やばい、夜になった。監視降りてくるかもしれないな。急いで戻らないとやばい。夜になった？そろそろ戻ってくるか。うお、マリサ。あ、よかった、戻ってきたんだな。てっきり監視に見つかったのかと思ったぜ。いやいや、私を舐めてもらっちゃ困るよ。最大限の注意を払って行動してたからね。なかなかやるじゃねえか。終了だよ。あ、今行きます。了解です。ああ、まだ私出てないですよ。はい、みんなが集合するまで10秒かかりました。うわ、そういう学校の先生いるわ。そういう先生は嫌われますよ。先生じゃないから、監視だからこれは許される。そういう問題。それじゃあ風呂の時間まで食事済ましちゃってね。了解しました。あ、そうそう、そういえば鉄つるはしに米を作れるようになったから、これお前に渡しておくな。あ、ありがとう。そんでどうだったんだ。監視塔の扉は開いていた。そうだね、普通に開いていたよ。だからちょっと中に入って様子を見てみたんだけど、螺旋階段で上に続いていて、そのまま進むと監視と鉢合わせるから、今回は引き返してきたって感じ。なるほど。とりあえず監視塔は入ることができた。あとは上に何があるのかということと、どうやって監視をごまかすかということだね。自由時間にしか空いてないから、とりあえず今日は監視塔に関しては何もできないな。だから刑務作業の時間はもう一つのダイヤのありかでもある。ドクロが見つめている先という謎を解決したいな。ドクロねー。どこかにそれっぽいものがあったかな。そういえば取引の終わりに矢が処刑場のある建物に違和感を感じるみたいなことも言ってたような気もするんだけど。ああ、言われてみれば確かにそうだな。それってドクロの謎と関係ある？ないとも言い切れないよな。この後あの建物を詳しく調べに行ってみるか。2階がないのに高さがあるってこと言ってたよね。もしかして隠し部屋とかがあるのか。食事の時間終了だよ。ふろ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 。やったね、めちゃくちゃ久々の風呂だね。飯塚監視長が忘れるから。それに関してはごめんなさいだわ。飯塚監視長が忘れて、さらに脱獄者が出ての延期のコンボだったからな。正直風呂に関しては運が悪かったんじゃない？運勢で風呂が入れるか否かが決まるのきつい。
はい、じゃあ二人とも風呂に入ってねー。めちゃくちゃ久々だな。この更衣室自体に懐かしさを覚えているもん。それじゃあまた時間になったら迎えに来ます。了解です。10日ぶりの風呂だが、探索に行きます。あんだけ待ち遠しいとか言ってたのに結局入らないっていうね。刑務所から出ればいくらでも風呂には入れるだろ。それもそうだね。処刑場の建物は、どうやって行く？一旦そこから地上に出ないとダメなんじゃないか。了解。監視いる？いや、いないと思うぞ。これは裏から回っていく。そうだな、そっち側から行った方が安全に行けると思うぜ。この建物だよな。これの2階があるらしいが。どこから行くんでしょうね。中に隠し通路的なものとかあったか。私の記憶では全くないんだよね。一旦中を探索してみるか。見ているけど上に行けるような場所は何もないね。ひょっとして中じゃなくて外か。ああ、確かに外から上に繋がる通路とかあるかもしれないね。多分ここは何度も探索していたはずだからな。鉄とか探している時に何回も見たもんね。でも明らかにこの建物でかいよねー。2階があるような見た目しているけど。あれ？このくぼみは何だろう。ひょっとしてこれかな。ここから2階に入ることできるのかな。こっちは何もないな。霊夢の方は何か見つけたか？あ、ちょうどいいところにマリサ、ちょっとここ見てよ。え、何かあったのか？何だこのくぼみ。ここから2階に上がることができるんじゃない？え、どうやって行くんだこれ？隣の建物から、とか。あ、そういうことか。何の建物だっけこれ？これは風呂とか別の棒とかがある建物だよね。ちょっと上に行ってみるか。待てよ。そういえばここってバルコニーみたいなところなかったか。あ、そこから飛び乗るってことかな。それめちゃくちゃ可能性あるよな。多分こことか掘っても、岩盤だもんな。ということはあのくぼみに行くにはバルコニーの鍵が必要ってことなのか。また鍵問題か。ことごとく鍵に悩まされるぜ。鍵のありかの可能性がある場所としては監視塔とかだけど、なんとも言えないよな。まあでも少なくとも収穫はあったな。隠し部屋を発見したのは大きいね。ここからドアを閉めることができた。こういう構造のドアだったら内側からレバーを下ろせるんだけどな。さて、とりあえずバルコニーの鍵のありかは全くなかったから、やっぱり監視塔攻略を優先的にやっていった方がいいんだろうな。あと、ドクロのありかじゃない？ああ、ちょっと忘れてたなそれ。さっきの探索でドクロとか見かけたか。いやー、なかった気がするけどな。ドクロに関して私の中で一つ考えがあって、ひょっとして旧監視長の部屋に入っていたチェストのことを指しているんじゃないか。なぜにそれがドクロ？だってほら、旧監視長らしきあれが入っていたじゃないか。ああ、そういうこと。ということはあの部屋のどこかにダイヤモンドが隠されていたのかな。ありえなくもない話だろ。そうだね。ちょっとそれは次回以降にまた確かめてみようぜ。終了だよ。了解です。あ、飯塚監視長、いい湯でしたよ。よかったら監視長も入ったらどうですか。僕は監視用の風呂でしっかり入っているから大丈夫なんだよね。なんだと。これじゃあ飯塚監視長と風呂に入ってないユニットが組めない？いや、なんでわけのわからないユニットに僕を入れようとしているの。今のメンバーは私とマリサだけなんですよ。いや、なんで私が当たり前のように入っているんだよ。じゃあ二人とも棒に入ってねー。了解っす。わかりました。じゃあ明日の自由時間まで待機だよ。なんだかんだでいろいろ収穫はあったね今日も。監視塔が入れることと、処刑場の2階には謎のくぼみがあるということ。この2点が分かっただけでもお腹がいっぱいだな。次回以降は自由時間は監視塔探索、刑務作業の時間にドクロ探索って感じにしようぜ。そうだね、監視塔は自由時間にしか行けないもんね。そんじゃあ今日は寝るとしますか。おやすみなさい。おやすみだぜ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。
よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。